小田です。です。ノアインドアステージさん講習会シリーズですが、はい、今日はここはどちらでしょうか。今日はないですね。いやないですね。和光ですね。和光なります。和光なります。埼玉県。和光。去年も秋ぐらいに来てましたね。ちょうど1年前ぐらいだった気がするんですけど、ね。なるほど。時期忘れましたけど。2回目ですね。はい。2回目です。今日は36名。はい、来られるということなんですけども、2時間ですよね。さっき打ち合わせをして2時間、まあ2時間ないぐらいですね。球を打つのは1時間半ぐらいじゃないですか、休憩も入って。なるほど。ざっくりメニュー内容を教えていただけますか。最初ちょっとボレーとかして、人数がそんな多くないってこと、3面あるんで、まあ、そのボレーしていく中でレパートリーだったりでもちょっと紹介して、普段でも取り組めるようなこと、簡単なことですけどやってもらって、で、まあ、ストロークも、まあ、ちょっと動きながらやって、バックフォアバックやって、で、まあ、ちょっとサーブ練習して、最後は3面あって人数もちょうどいいくらいなので、ストレートでこうストロークとボレーの対決みたいな感じでいけばいいかなって感じですね。なるほど、盛りだくさん、はい。しかもこれ聞いたところによると、なんと参加費500円らしいですよ。あ、そうなんですか。いや、2時間で36名で船水プロで500円、めちゃくちゃ初乗りぐらいですか、ね、破格というか、まあこれ狙いというか目的で言うと、まあ、より多くの子に参加してもらいたいみたいなっていうあれがありますもんね。そうですね。で、まあ、これをきっかけにこうノアに入っていただくと、まあ、こういうイベントも結構冬の間は、まあ、11月12月とか1月ぐらいですかね、いろんなことを関東だったり関西の方でもやったりしてるんで、そういうのにもつながってくれればいいかな。まあ室内なんでね、ノアはどこ行っても屋内なんで、天気も気にせず練習できるんで、練習量タイプないなって人たちはこういうところも活用してほしいなと思ってますね。なるほど、はい、はい、では今日も楽しみにします。よろしくお願いします。よし、ぜひ、まあ、人数もそんなに多くないので、まあ、積極的にを話しかけてもらえれば、質問してもらえればどんどん答えていきたいと思うので、まあ、楽しい有意義な時間にしたいと思います。よろしくお願いします。で、ちょっと肘つけていきましょう。で、この時膝もちょっと上げてもらって、肘がどこまでつくかだけ、股関節の硬さだけちょっとチェックしてください。で、右左左右ちょっと骨盤つけるようなイメージ、それに2往復ずついきましょう。今度なるべく大きく回して反対回りにやっていきましょう。いきます。ちょっと下げて、この向こうの人コーチと僕の距離は一定のままです。なので素振りをしていくと、これをこう出して向こうが詰めてくるんで、そしたらこっちは下がっていって、だいたいライン越えたところでスイッチして、そのまま続けたまま行くと、今度あっちが下がって見なくていいので、足だけちょっとタイミングだけ行って合わせてまっすぐって、でバックもちょっと難しいんですけど、バックは今度反対足になるので、いつもは止まって打ってたと思うんですけど、合わせて左手食べてイメージでいきます。ちょっと難しいけど、多分癖でこう行ってパッとかかってしまう子も多いと思うので、そうなんないよ、ちょっと難しいけどタイミング合わせていって、まっすぐ、反面であっちにいる人と勝負してください。
なんでチャンスボールとか来たら、多分さっきの練習した時みたいに結構走りながら打つことが増えるので、反面広いので、ちょっと使えそうだったらバックもフォアもラリーしていく中で使えそうなところをつけて、いそうだったらとかっていうふうにやっていきましょう。1ポイントずつですけど、はい、まあ、皆さん、ちょっと新しいこととかちょっと難しいことを最初トライしていたので、なかなか、まあ、最後の練習もそうだし最初のボレーもちょっと難しくてできなかったと思いますけど、もう毎日どっか練習するとき、例えば1時間練習するんであれば、そのうちの5分10分くらいは今日やったようなことをちょこっとでもいいので毎日ちょっと続けてやってみてください。必ず上達できると思うので、普通に練習しててもなかなか上手くならないなって人は、こういう練習すると意外とこうバーって上手くなったりとかのがあると思うので、ちょっと継続してできそうなやつからちょっと続けてやってみてください。これがちょっとストロークの方がいいなってなったら最後のストロークのやつもやればいいなって、これちょっと上手くなりたいなって人はこれの動いてやるこれを毎日ちょっとずつでもやるようにちょっと意識して取り組んでみてください。はい、あと冬なかなか大会少ないと思いますけど、春から大会始まったら怪我のないように皆さん頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ノアインドアステージさん講習会、何回目ですか？今年4回目。4回目か。4回目ですね。ですね。今日ここは、横浜です。横浜のセンター南港。初めてですよね。初めてです。ちょっと迷いました、来るとき。なんか駅直下にあったっす。はい、珍しいですよね。すごいなと思って。便利。はい、アクセス一番いいかもしれない、今まで。ノアさんといえば、こう、室内でできるので。なんか、あれですね、箱っていうか、その、インドアコースなんで。そうですよね。結構、どっちかというと、ある程度スペースあるところにあるような感じのイメージだったんですけど、まさかの駅なので。もう全く雨に濡れずに来てプレーもできると、はい、最高ですね、そういう意味では。風もなく、はい、下病院だったっす。東海岸4階に降りてもらって。いや、12月になってだいぶ寒くなってきましたけど、はい、まあ、そういった意味でも気温とかもあまり気にせずできるのがいいですよね。そうですね、夏も多分涼しいと思うんで、はい、すごいいいなって感じ。アクセスとかすごいです、環境もいいし。じゃあ1時間半でしたっけ。そうです、7時から始まるので1時間半ですね、はい、はい、頑張ってください。お願いします。時間が1時間半くらいで、それしかそれぐらいしないんで、まあ、どん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 質問もしてもらって楽しい時間にしていきたいと思うので、怪我なく頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ではお願いします。では早速グモンストレーション。
くあるんですけど、ラケットがこう遊んでしまうので、あんまり上に上げすぎても、降りてくるときに、下に、上に上げるとそのまま円回って下に降りてくるんで、そしたらカットかかる人も、多分女の子が多いと思うんですけど、上に構えると、そのまま出すとカットかかってしまうので、構えたところから、自分で正面に構えると思うんですけど、構えたら、そのまま構えたまま横向けばいいです。できるだけバックは動かさない方がいいと思います、最初は。置いたままで、置いたままで、なって、それが、こう、ラケットだけ、ラケットだけ引いて、バーンって打ってしまうと、一球一球ばらつきが出るので、なるべくばらつき出ないように、正面に置いたら、そのままで。トスだけちゃんと集中してあげましょう。頭の横から見てると分かると思いますけど、頭の後ろで打ってもなかなかいいサーブが打てないので、打てないので、できるだけ前に上げて、打ち終わりは必ずコートの中に入るようにした方がいいと思います。左手ですね、トス上げる方の手が結構止まってしまう人が、体の前で止まってしまう人多いと思うので、そうならないように打ったら打ち終わりは外に逃がしてあげた方がラケットもスムーズにこっちのラケット通りやすくなるので、止めてしまうとせっかく力ためて止まってしまう、動きが全部止まってしまうので、今みたいにせっかくなんで自分からコントロールできるショットなので、動いたままリズムよく打った方がいいと思います。カットを打つ子もいると思いますけど、カットを打つときはなるべくネットのスレスレになった方がいいです。上にこう行ってしまうと弾んでしまうので、当たり前ですけどちょっと下の方から打った方がいいです。おー、座れ、練習すればできるようになるので、僕も練習してできなかったんですけど、4年かかりましたね。毎日毎日9ずつ打てばできるようになると思います。ちょっとしか入ってない。おお、入っちゃった。あれってさ、あれってさ、あれってさ、本当に棒に大体いう試合だったら、あのボール落下する時ぐらいまで前に、まあ、サーブ打ってるだけで、試合だったら、得意できます。おー、自分で取られた瞬間、ブレされてストロークが一番皆さんこう上手くなりたいとかって思ってるかもしれないですけど、のさっきちょっとコーチの方とも話をしたんですけど、テイクバックするときの例えば写真とかで見てて、多分皆さんこの最後のここだけ真似してると思うんですけど、テイクバックの位置は
ここじゃなくて、僕が打ってるボールちょっと見てもらったら分かったと思いますけど、結構コンパクトだと思うんですよ。なんでその人それぞれいろんな打ち方ありますけど、最後にここで止まってるところを見るんじゃなくて、そのもうちょっと前のところを見るようにして、人の上手い人のプレーだって YouTube だって見ていると、もっともっと皆さん上達していくと思う。ちょっといつもの視点をちょっと変えて、どうやったらテニスうまくなれるかって考えて、一生懸命楽しく頑張ってください。またぜひここに来れる機会も作ってもらえればと思うので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。コーチのお名前をお伺いしてもよろしいですか。はい、ソフトテニスコーチをしている斉藤と申します。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとはどういった経緯でこのノアさんに入ったんですか。そうですね、近隣の溝の口校というところでアルバイトをしていまして、そこでソフトテニスのコーチをしていたのですが、公式も一緒にやるようになりまして、すごい楽しかったので、そのまま、このノアさんに、応募させていただいて、この今社員として働かせていただいてます。アルバイトから社員。はい、なるほど。それはもうテニスも好きだし、ノアさんも好きってことですね。はい、どっちも大好きです素晴らしいです、はい、なるほど。なんか改めてノアインドアステージさんの魅力みたいなところを知りたいんですけども。はい、先生、ノアインドアステージは、インドアステージなの、インドアなので、冷暖房が完備されていますので、夏は涼しく、冬はちょっと暖かめにできますので、あと雨風雪など関係なく、もう毎日運営をしておりますので、あと風とかもないので、ソフトテニスですと風に左右されることなく、すごい気楽に打てるので、すごいいいところだと思いますね。なるほど。はい、お話を聞いたところ、はい、このソフトテニスのコーチというところで、はいはい、まあ、コーチの人、はい、採用を募集しているということなんですけども、はい、具体的になんかどういった人が向いてるとか、はい、やっぱり興味ある人からしたら、はい、どのくらいこうスキルというか上手くなきゃいけないのかなみたいな気になったりすると思うんですけども、はい、それこう中の斉藤さんから見てどういったところが必要だったりすると思いますか。そうですね、私たちが募集しているのはとても明るく元気で、とにかくテニス、ソフトテニスが大好きな方を募集しております。はい、なるほど。いや、もうスキルというのは、はい、もうとにかく明るく、いやでも今日の講習会見て、はい、とにかく皆さん、まあ、声も出てますし、はい、あと客観的に見てすごく楽しそうっていうのがすごく伝わったので、はいはい、まあ、その辺の元気みたいなところがあれば全然やっていけるっていう感じですかね。はい、なるほど。やっぱり対象としては、まあ、アルバイトといったらやっぱり大学生とかなんですかね。ですね、大学生をすごい今欲しいと思っておりますので。なるほど、はい、それはちなみにセンター南に関わらず、まあ、はい、全国的に欲しいという感じですかね。ですね、全国的に大学生の方ならすごく大歓迎をしておりますし、はい、いいですね。じゃあちょっとぜひ動画見ていただいた方は、はい、ご検討というか、はい、募集要項とかあったりするんですよね、きっと。はい、ホームページなどを見ていただけたり、もしくは直接コーにお電話させていただければ、ぜひ担当の方がお伺いすると思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。では引き続き、はい、コーチ頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。いや2時間ぐらいですかね、はい、講習会お疲れ様でした。今日の参加者は30人ぐらいですかね。40いないぐらいですね。ぐらいですね。10ちょいぐらい。中学生がほとんどでしたけども、はい、ラストはコーチ陣10人ぐらいですかね。割と本気のランダーをしてました。めちゃめちゃうまかったソフトの経験者っすね、あれみんな多分。なるほど。
結構、まあ他の、ここだけじゃないですけど、他のいろいろノアの全国的にこういろんな地方回らせてもらいましたけど、こうテニスの人がソフトも掛け持ちし、その逆もあると思いますけど、ソフトの人ですけど、非常にここの、まあもちろん関西の方は実業団の選手がこうやってるので、いるので、かなりレベル高い選手もいますけど、まあ、こっちは学生のアルバイトさんとかが多かったんですかね、そんな印象を受けましたね。ですごい本当にテニスが好きそうな感じな人たちがワイワイと最後10分くらいやりましたけどめっちゃ盛り上がってますね。はい、なんか元気いいですね、はい、そうですね、いいことですね、楽しんでること、はい、学生だったり院生だったり、まあ、その人たちが結構ソフトテニス経験者ですねがソフトメインでちゃんと指導に入ってるこの学校って何て言うんですか、ここのスクールだなと思いました、はい、なるほど、はい、また講習会があると思いますので、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。